アナー・アクリー・アンダーソンは、アメリカ合衆国フロリダ州、パームビーチ郡、ボイントンビーチ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のピッツバーグパイレーツ参加所属。A ブレーデントン時代2015年の MLB ドラフト20巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、ブリストルパイレーツで、プロデビュー。 A-9、ウェストバージニアブラックベアーズでもプレーし、2球団合計で15試合に登板して5勝0敗、3セーブ、防御率2.83、25奪三振を記録した。2016年は、A 級、ウェストバージニアパワーと、A 級ブレーデントンマローダーズでプレーし、2球団合計で36試合に登板して3勝3敗、1セーブ、防御率3.58、 50奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2017年は AQ アルトゥーナカーブでプレーし、30試合に登板して10勝8敗、防御率3.38、97奪三振を記録した。2018年はトリプル AQ インディアナポリスインディアンスで開幕を迎えた。4月18日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、7月2日のロサンゼルスドジャース戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは6試合に登板して1勝0敗、防御率6.35、6奪三振を記録した。2018年11月20日に後日、発表選手とのトレードでオークランドアスレチックスへ移籍した。2019年は5試合に先発登板したが0勝3敗。 防御率6.04に終わり、9月1日に DF となり、3日にマイナー契約となった。2020年8月26日にアメリカンアソシエーションのスーフォールズカナリーズと契約し、4試合に登板した。2021年は再びオークランドアスレチックスとマイナー契約し、AAA 級ラスベガスアビエーターズへ配属されたが、6月17日にリリースされた。 2021年7月5日にビッツバーグパイレーツと契約し、トリプル a 級インディアナポリスインディアンスに配属された。平均93マイルパーワーのシンカーを主体とし、スライダーとチェンジアップも投げる。投球動作が独特で、ブロンソンアローヨを彷彿とさせるように左足を伸ばしたまま上げ、つま先が真上を向く。ありがとうございます。